さん、おはようございます。おはようございます。日本ではあちこち演奏されていらっしゃると先週お話を伺いましたけれども、はい、あの神聖な場所、はい、例えば伊勢神宮とか、ええ、国宝の前とか、ええ、いうお話も伺っておりますけれども、はい、どういうお気持ちで、はい、そして教えてください。はい、あの伊勢神宮、はい、三重県の伊勢神宮の式年遷宮というのがあったんですけれども、ね、はい、その時の記念に演奏させていただいて、あのこの時は伊勢神宮もあの始まって以来のピアノの演奏ということで、下空の勾玉池という本当に素晴らしい神聖な空間があるんですけれども、池の真ん中に奉納舞台がありまして、はいはい、そこにピアノを置いて、和服姿で演奏いたしました。私見ました、あの写真見ました。 それが平原さんですか、はいはい、そうです。あらまあそうでしたの。そうなんです。あの写真集がたくさん出てましたよね、式年遷宮の写真が、はい、その中で確かに見ました。あ、本当ですか。わ、はい、そこで神聖な場所で、約1時間近く弾かせていただきました。着物を着て、着物を着て、はい、もう神様だけに捧げる演奏、奉納演奏ということで、はい、その曲も平原さんが、曲はもうすべてオリジナル曲に統一して和を中心、和をもう、選曲でさせていただきました、はい、そうなんですか、はい、あとはそうですね、京都の岩清水八幡宮というところがあるんですけれども、はい、こちらももう伊勢神宮に次いでもう素晴らしい歴史のあるところなんですけれども、こちらも創建以来初のピアノ演奏ということで、あの本殿で、弾かせていただきました。だいたいそういうところって、例えば伊勢神宮なんかやっぱり雅楽ですよね、が中心ですよね、はい、そこにいきなりピアノが入ってきてみんなびっくりされたんじゃないですか。そうですね、本当に初めての、神様もびっくりされて、本当そうですよね、初めてのことだったので、でもとてもすごくもう自分自身ももう神聖な気持ちで演奏できました。あとは奈良で、これは聖徳太子のお母様が建立されたお寺になるんですけれども、中宮寺という奈良にあるんですけれども、はい、そこの本殿でも、はい、こちらもあの始まって以来もう何百年という歴史で初めてピアノの演奏を奉納させていただいたことがあります。しかし平原さん、あの変な話なんだけれども、ピアニストは日本中いっぱいいらっしゃいますけれども、こういうこれぞというところに、どうしていつも平原さんがあの呼ばれて行かれるんですか。これはやっぱりご縁ですね。人と人との皆様とのご縁でつながりがありまして、はいはい、それとも平原さんの作曲したものが何かやっぱり、その通じるものっていうんですかね。そうですね、うん、あのまあ、あの人とのご縁でそれで聞いていただいて、あ、ぜひあのうちでもいいんじゃないかというふうな話をいただいたりとかして、うん、それであの神社仏閣で実現したりとかっていう流れになったんですけれども、はい、それはあの、まあ、海外の場合はですね、またもちろん違いますけれども、海外にも例えばクリスチャンの教会とか、あの仏教会、例えばの話ですね、それぞれやっぱり違いますけれども、平原さんはやっぱりその都度その都度自分のそのまあインスピレーションもありますでしょうけれども、その神様、それぞれの神様に対するまあ畏敬の念を頭の中に入れながら作曲していかれるわけですね、はい、そうです。違う宗教の場合、大変なことありませんか。いえ、とんでもないです、はい、昨日はもちろんあの教会でしたので、もうあのずっとそのキリスト様のことありましたので、それを見ながら演奏したりとか、もうエネルギーをいただきながら演奏しました、はい、仏教会行かれても、いえ、はい、同じこと、はい、もうやっぱり宗教はもう一つだなと思っております、はい、あのあれは違う、教えは同じだし、そうですね、人間の心も一緒だから、はい、ええ、それはもう平原さんの心の中にいろんな神様が宿って、うん、ええ、その都度その都度素晴らしいインスピレーションが出てきまして、うん、ええ、素晴らしい曲が書ける、はい、演奏もできると、はい、ええ、いうことですね。はい、今後はどういうところでどういう夢がありますか、平原さん。夢はやはりあの、まあ、大きい夢かもしれないですけれども、あのハリウッドの映画の作曲を作れたらなと思いまして、いい、ね、実は家にももうあのアカデミー賞の作曲賞 のもうレプリカみたいな感じですけど、はいはい、そのトロフィーを上に飾ってるんですよ目指して目指してます。大体、はい、どんな感じの映画音楽ですか。いろいろありますよ、ロマンチックとか。ロマンチックな感じの、まあ、暴力シーンもあるし、ヒューマンドラマ的な
そういったのが合ってるんじゃないかなと。リチャード・ギアさんみたいな。はい、そうなんですか。はい、今でもせっかくロサンゼルスいらっしゃいましたから、やっぱりこうトントン、こんにちは、僕は平原ですっていうような感じで名前をまず打ってくるとかいうこともね。そうですね。このアメリカという国はですね、本当にあの人にどんな人にでもチャンスを与える国ですよ。あのお父さんお母さん有名な音楽家ですかとか、誰のスポンサーがついてますかとか、そういうのは聞かないんで、平原さんっていう人に対して才能があればいい音楽作れるならばもうすぐ呼ばれていく、はいはい、いいですよね。そうですね、そこを目指して頑張りたいと思います。そうですか。でも試しに何曲か今作ってますか？映画今それの準備段階として、あのいろんな楽器を勉強するためでも毎月いろんな方と共演したりとかしてスコアを書いて仕上げたりとかしてるんですけれども、やはりそれは映画が、あ、そうですね、やっぱり脚本家からいろんな人がいて、それでみんなでそのイメージで平原さんがそこで考えて作曲するんですからね、できてから作曲じゃないんですね。そうですね。で、ぜひ次回作はっていうこともお話もいただいておりますので、その前までにも、あ、もちろん日本の映画ですけれども、はい、そういった日本でも素晴らしいですよ、はい、そのためにも今しっかりと準備をしております。そうですか、楽しみですね。楽しみです、はい、まだお若いですし、今34です。あ、若いですね、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます、コマーシャルの後またお話を聞かせてください、はい、平原さんね、小さい頃からお姉さんたちのピアノを見て、ご自分でこう、あの、しておられましたけれども、どんな感じでした？覚えてらっしゃいますか？もうそれがピアノがおもちゃ代わりにして素晴らしいですね。はい、そうだったんです。どういうふうに遊んでたんですか？あ、もうあの例えば友達にタイトルを与えてもらって、それで何分何十何秒の曲をって言ったら、それに合わせてその場で作ったりとかして、まあ、そういった感じで。その時からもうご自分で、そういった遊びが楽しくて。そうなの、はい、そうなんです。でどんな感じの曲だったか覚えてますか？例えばクラシック調とかラテン調とか、はい、それも全部指示してもらって、クラシック調であったりとか、はい、それでそれを聞いて、よし、じゃあこれでいきましょう、はい、でちゃんと時間通り何秒まで終わるんですか、はいはいはい、これはまた素晴らしい、ね、遊びをしてた子供時代。お友達たちびっくりしませんでしたいや、お友達たちよりも先生たちはびっくりしませんでした音楽のコースありますでしょ、学校クラスの中でね、どうでしたか？あ、普通、まあ、専門的な教育は受けていないんですけれども、あの、まあ、学校の小学校とかの、音楽の授業でも、もう休み時間になるともうずっと弾いてるような、うん、先生たちは何とおっしゃってました？いや、特に別に、まあうん、まあ、よく弾けるなっていうような感じ。あ、そうなの。いや、平原さんの天才、そこで全然見抜けなかったなって。そうですか。あの練習するときは、あのもう本当にこう両手でこんなして、はい、そうですね、練習して、で、あの、まあ、やっぱり先生の前に行くと、どうしてもなんか緊張して楽譜通り弾かないといけないっていう、はいはいはい、なんかロボットのような感じになってしまって、で家では自由に結構弾いてるような感じがあって、で自分はもうなんかそういった自分で自身で高めていく方が合ってるんではないかなっていうふうにちょっと思いまして、でいろんな方にも相談したら、あの君の場合はそういう方が合ってるよっていうことを言われましたので、で自分自身もう独学の道を選んで、17歳の時になりますけれども、そこから一人で、独習するようになりましたね。平原スタイルですね。平原スタイル、ね、はい、それは具体的にどういうことでしょうか？それで、まあ、あの自分自身ももうその演奏家になるっていう意思が全くなかったんですけれども、やはりこれも人とのご縁で、あので演奏を聴いてもらって、もうこっちの道に行った方がいいんじゃないかっていうような後押しがたくさんありまして、それで、あの22歳の時になりますけれども、あの、まあ、コンサートをしてみないかっていう話もいろいろいただきまして、それで、あのそこで、まあ、オリジナル曲、例えば宗教的幻想曲という曲があるんですけど、これは片手で演奏するようなバッハの、シャコンヌからインスピレーションを覚えて作曲したんですけど、片手で両手の音域を奏でて、
左手で始まって、で今度は右手で両手の音域を、で最後は、両手で4手のような、すごくダイナミックな曲があるんですけれども、そういったことを作曲したのが22歳で、あそれが、なんかこっちの道に進んでいこうかなというふうな強い思いを持った時期でしたね。うん、いや音楽っていうのはやはりそのこうなんていうかな、聞かしてあげるんじゃなくて、やっぱり観客と一緒にエンジョイしましょうよって、はい、ね、ってのが本当ですよね。本当にそうですね。だけど一般なんかコンサート行きますとなんか聞かしてもらいますって、ステージの上の人はじゃあ聞かしてあげるってそんな雰囲気なんですけども、自分自身の場合はもう皆さんと一緒に作り上げていくコンサートっていう感じで、はい、イメージして行っております。悲しい時には一緒に涙流す、うん、ね、楽しい時には一緒に笑うと、いうのが平原さんスタイルですね。いやこれは日本人だけではなくて、違う言葉の国々の人たちも同じことですよね。音楽なんて言葉じゃないんですもんね。そうです、はい、そうですか。まあもうすぐエルサルバドルへ行かれることでしょうけれども、はいはい、ぜひそちらで平原さんスタイルの音楽を現地の人たちと、まあ、日系人日本人の人たちにも、ね、エンジョイしていただいて、はい、それで元気よくまた日本へ帰ってこられて、はい、またロサンゼルスの方へ ぜひそしてできればアジアの方も、はい、アジア行かれたことに、アジアはまだ一度もないので。そうですか、はい、私のサジェッションなんですけれども、東日本大震災の時に世界中で一番国のサイズからして一番高額の寄付金をしてくださったのが台湾という国ですから、ぜひ台湾行かれまして、台湾の人たちと一緒に犠牲者の人たちの魂を鎮魂する意味のコンサートをしてあげてくださいね。ぜひさせていただきたいと思います、はいはいはい、音楽を通して皆さんの心の癒しにも少しでもなればと思い、はい、ぜひともさせていただきたいと思います。通じると思います、はい、平原さん。どうも本当に素敵なお話、2週間ありがとうございました。ありがとうございます。とんでもございません。楽しい時間をありがとうございます、はい、またロサンゼルス遊びに来てくださいね、はい、ぜひとも今度必ずコンサート行きますから。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。